皆さんお久しぶりです、昭和30年代の漫画文化をこよなく愛するウェブレトロ堂のケンです、おかげさまで少しずつチャンネル登録者の方が増え続けています。当初始めた当初には10名十数名だったんですけども、ここ数ヶ月、非常に伸びが良くてですね、一気に200名近くに迫っております。これもひとえにご視聴いただいている皆さんのご支援の賜物と思い、感謝しております。このチャンネルは昭和30年代の漫画文化を紹介するとともに、それを描かれた、漫画家さんたちの偉業をですね、後世に残すということを目標にしております。さて、本日の作品紹介ですが、昭和30年代前半に大人気となった暇なし飛び出す、これの漫画版です。皆さんもご存知の方がおられると思います。特に70歳以上の方には思い出深い作品ではないかと思います。特にこのテレビドラマの暇なし飛び出すは印象に残っている方も多いと思います。ラジオ東京、そして TBS で1955年4月から、1962年まで放映されました。久松康夫さんという俳優さんが暇なしを演じ、慌て者でコミカルな高原俊夫さん、大ちゃんですね、大作、この2人のですね、軽妙な掛け合いも非常に印象的ですね。最盛期は 50% 近い視聴率を叩き出した、非常に、昭和30年代初期のですね、テレビ番組の名作です。さて、今回の漫画版暇なし飛び出す。これは、双葉十三郎先生の原作を、松田博二先生という漫画家が、描かれました。漫画家年間を調べたんですけども、松田博二先生に関する、記述がなくてですね、どなたかご存知の方がおられたら教えてください。なかなか昭和30年代に活躍された漫画家の方で、多かったんですけども、その偉業を残したくてもですね、データがちょっと少ないものですから、限られてくるところもあって残念です。ですので、ご存知の方がおられたらまたコメント欄等でお知らせください。漫画については面白ブックの昭和34年、4年のですね、4月号の付録として公開されています。ストーリーですが、商店街の土地をですね、買い占めデパートを作って大儲けしようとする、いわゆる地上げ屋の松村組と、それに反発する商店街の人たちの争いですね。これを軸に商店街の福引き売り出しの特殊高級乗用車をめぐっての、悪巧みも絡んで展開していきます。そこへ颯爽と暇なし、そして、助手の大ちゃんこと大作が登場、事件を解決していくことになります。漫画では福引きで、順番をですね、本当は、福引きの担当者を脅してですね、自分たちに、特賞が当たるように仕組んでいたんですけども、その順番を悪党どもがこの間違ってしまって、商店街のですね、西川ですか、西川氏という、反対派のですね、地上げの反対している方のですね、子供さんが、アキラというんですけども、このアキラ少年が、当ててしまいます。しかし、これはやばいということで、悪党の松村組の、ちょっと下が回らなかったですね。すいません。松村組の子分に、当たりくじを横取りされてしまいます。そしてその悪党を追った明少年ですけども、危うく彼らに返り討ちに遭いそうになります。そしてそこへ颯爽と現れたのが、慌て大作。いわゆる大ちゃんですね。少年の危機を救いました。
まあ、これが縁となって、島梨も解決に乗り出します。そして、この明少年のお姉さんですね、美智子さんも、松村組に捕らわれてしまいます。非常に地面をですね、地上げしようとして悪辣な手を使うわけですね。で、そこでまあ、島梨、大作さん、そして、少年たちが、事件を解決しようと、そして、捕らわれている美智子姉さんを助けようということで、松村組に乗り込みます。まあ、それにより、まあ、大活躍して、悪党たちに引導を渡すという、まあ、完全懲悪の漫画です。最後はまあ逃げる松村組の子分たちを追いかけて、まあ、見事に島梨とか、大作の大ちゃんのですね、活躍により退治することになります。まあ、いわゆるめでたしというエンディング、ラストページになります。まあ、今回は、懐かしい島梨、飛び出す、を紹介しました。これは本当にね、60代後半から70代、以上の方、思い出深い作品だと思います。まあ、漫画のストーリーはこういうふうになっています。まあ、かなり、漫画としてページ数も多く長いので、全部を紹介することはちょっと無理なので、実際には、漫画本を読んでいただければと思います。で、今回、暇なし飛び出す。これを紹介させていただきました。さて、次回ですけども、私たち子供の頃にですね、非常に多かったのが忍者漫画、伊賀の影丸、をはじめとしてですね、風の藤丸だとか、いろいろなその漫画ですね、忍者漫画が非常に流行りました。まあ、我々の年代の方は必ず、手裏剣みたいなのも作ってですね、ブリキを切り抜いて、手裏剣を作ったりですね、なんか木の枝みたいなやつを、まあ、刀代わりにチャンバラごっこ、をやった覚えがあるんじゃないかと思います。まあ、そういう、懐かしいですね、漫画の一つ、川崎昇先生の忍者城を紹介したいと思います。この漫画は、まあ、昭和36年8月号の少年ブックですね。これに、付録としてついている、忍者城。これについて、紹介する予定です。それでは、皆さん、毎回ご視聴ありがとうございます。新しく見られた方は、ぜひ、チャンネル登録ボタンをポチッと、押していただければ、また1名、登録者の方が増えて、この、まあ、動画のですね、目的である、昭和30年代の、漫画及び、漫画家先生の偉業を広めていく、その一つの、糧となります。さて、本当に、ご視聴ありがとうございました。また次回、このチャンネルでお会いしましょう。